久保さん、AI リテラシーって、あれですね。これから必要ですね。AI リテラシー。まあ、あの、結局、その、あの、韓国、韓国の、あの、ロボット作ってる会社さんの講演とかも聞いて、聞いたんですね、昨日。で、まあ、よく上がってくるこの質問で、要は、その、まあ、ロボットがね、人間を支配するんじゃないかと。ソフィアだ。 ソフィアを作った会社ですね。すごいすソフィアは。やばいですねあれ。で、あのー、まあ質問が来るわけですよね、うん。で、その開発者が言うのは、結局その映画に洗脳されてると。うん、あくまでも、あのーうん、想像した、作ったのは僕たちだし、もちろんその AI がね、僕たちのその知能をこるかもしれないけど、あくまでも、あのー、なんだ。 より良い人類を作るためだみたいなね。で、ソフィアも言うわけですよ。ソフィアすごいですね。<laughs> うん。だからよ、要は、その、人間はそういう感情があるから、あのー、そういう風に見る。ね。映画の先入観だったりなんか。うん。でも、客観的に見ると、多分ね、AI の言ってるのが一番正しいんじゃないかなっていう <laughs>、思いますよねぼ。僕は思いますね。うーん。 そうだから何だろうなあのまあそんな感じですね <laughs> だから今後はその AI に従う従わないことが法律に違反するとかね分かんないですけど <laughs> うんまあ何が何基準なのかっていう 多分人間の感情基準で言ったら、も,うもはやロボットはね、あのー、いらないんですよ。うん、まあ、どうなのかな。うん、まあ、そのね、会社が言ってたのが、いや、ね、iPhone ずっと24時間46時中持ってるでしょうと <laughs>、ね。ただ、今、このソフィアは人間の体を見てるから、形をしてるだけであって、 別にそ iPhone と変わらないと。で、あなたたち iPhone 持ってるでしょとし。iPhone なくなったら大丈夫ですかみたいな。<laughs> うん、まあそうだよね、みたいな。<laughs> 今、スマホなくして結構きついっすよね、久保さんね。その映画でね、スマホを落としただけなのにっていうね、映画ありましたけど。<laughs> どうですかね、今スマホなかったら本当何もできないというか、かなり不自由になると思いますよ。う だどれだけスマホに助けられてるのかっていうのをね。まあ、そこは、そこは、ね、あの、いい、なんか悪く見,見ずね。どれだけ私生活でスマホに助けられてるのかは見ず、なんかロボットが悪いみたいなね。<laughs> その悪い側面見るみたいな。どうなんですかね、これね。<laughs> 面白いですよね。人間って。はい。まあ、ということで、まあ、これからの、 あの常識っていうのはどんどん変わってきますんであの常識のアップデートをしていかないとまあ AI に支配されるんじゃないかなと <laughs> 言ってらっしゃい。